こんにちは、みほとけです。そこのあなた、イケメンは好きですか？好きです。はい、イケメン大好きみほとけです。新イケメン仏像トップ3、みほとけの独断と偏見で選んでいるというお話です。はい、ということで早速ご紹介していきたいんですが、みほとけのチャンネルでも何度か登場しているこの当時の大釈天さん、まあ彼はイケメンで有名ですね。本当に唐沢俊明に似てるだとか、尾上松也に似てるだとか、イケメン中のイケメンとしてトップに君臨する彼ですが、もうあなたは殿堂入り、今回のランキングからは除外します。さあ行くぞ。第3位、鎌倉の大仏です。どん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 。彼がイケメンっていうのは仏像好きの界隈ではもう知られていることかもしれないんですけども、鎌倉の大仏に出会った時にでっけーって思うところで感情止まっちゃってませんか？彼のお顔、キュッと引き締まった四角いお顔と、スーッと涼しげに横に伸びたお、ね、シンプルかつ繊細なイケメンフェイスなんですよ。ああいう大仏って大きく描かれるともう顔とかもパンパンにふくよかーっていうところが表現されがちなんですが、鎌倉の大仏様はそうじゃない。余分な脂肪などなく、キューッと引き締まったイケメンフェイスなんです。参考の写真とかがないので、私のイラストにて、こんな感じです。続いて第2位、東大寺階段堂の顔幕天でございます。これはあの仏像ガチャその3で見事引き当てた顔幕天なんですけれども、彼のいいところはものすごく険しい顔をしていて、鋭い目つきを持っているんですよ。まさに武将。彼のいいところはその鋭い目線、その鋭い目線の横にキラーと光る何か、外国人っぽい彫りの深さとか鼻の高さとか、やっぱり武将っていうのに女の子は惹かれますよね。強い男には魅力を感じますよね。2019、みほとけが個人的に選ぶイケメン仏像第1位、興福寺八部衆のうちの一人、ご無常さんです。おめでとうございます。興福寺のイケメンといえば、あのアシュラが超絶有名ですよ。でももう彼も殿堂入りです。おめでとうございます。そのアシュラさんのいる八部衆っていう8人組チームがあるんですね。8人の個性豊かな神様がドドドドッと仏像になってるんですけども、そのうちの一人でございます。これ童顔なんですよね。アシュラもそうなんですけど童顔で、まあ、この童顔なんですけども、ほっぺのぷっくりした感じとか、ちょっと困り眉なところとかはすごく子供らしいんですけど、ちょっとそれでも目の中にあるちょっと悲しみの色、憂いてる表情っていうのが大人らしさを感じますね。童顔イケメンって言えば、まあ、世の中いっぱいいると思うんですけど、千葉雄大さん、瀬戸康史さん、さまざまな童顔イケメンいる中に、この興福天小武城さん、誰に似てるんでしょうか？童顔とはちょっと違う話になっちゃうけど、私は塩顔のイケメンの向井理さんに似てると思うの。向井理さんを童顔にした感じかな。塩顔イケメンの子供っぽい感じっていうところにね、ぐっと心つかまれちゃうんですよ。で、五分城さんはちょっと破損が激しくて胸から上しか残ってないんですよ。かつ腕もなくなっちゃってて、だからそんなところも想像をかきたてますよね。どんなポーズしてるんだろうとか、どんな体つきなんだろうとか、妄想で
膨らむみたいな、はい、そんな楽しみもできちゃいますね。はい、ということで新イケメン仏像トップ3でした。今回も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ではこれにてナムー。